はい、どうも、はこんぱっちは、ウエスタン木村です。限定外伝アイテムチケットガチャですね。210枚貯まりまして、今日が最終日ということで引きたいと思います。さあ、どうなることやら、ピックアップは今はね、もう、ザーリオペラちゃんですね。いきますよ。では、ピックアップを対象にします。では、いきましょう。10連10枚、おっと、21回か。割と、辛い。動画。はい、いきまーす。さあ行きましょう。これミッドウェイ出てくるのかな。4と当たりましたね。では行きましょう。じゃんじゃん行きましょう。光らない。これはしょうがないですね。おっと、4等もなし。これは辛いかな。さあ3等ですかね。3等が当たりました。3等は何枚だ。10枚。10枚ですか。さあ行きましょう。おっと、金がありましたね。2等何枚だ。25枚。さあ行きましょう。ミトウェイは出てこないですね。さあ3等じゃんじゃんいきましょう。3等ですね。結構渋いっすね。渋い。1等が出てくれてもいいんじゃないかなとか思うんですけど、なかなかこれはどうして厳しい戦いとなっております。21連があるからと思ってね、結構期待してたんですけどね、これは厳しい戦いを強いられております。3等あと12回っすね。1回ぐらいは1等賞が欲しいんですけどね。4等以下っていうのも結構厳しいもんですね。こう昇格が見られないのも辛い。まあチケットなんでね、無理にはないですけども。いや厳しいですね。2等すらなかなか出てくれないと。厳しいですね。厳しい。これも厳しいですね。寂しいなぁ。寂しいです。本当は寂しいですね。寂しいなぁ。一等賞来てくださいよ。三等賞っぽいですね。こんなに物悲しいガチャもね、ないですね。おっと、4等すらない。あった、4等ってありましたね。4等が2枚なんですね。5等からピースが入ってきて、
三等賞ありました。10枚ね。ほんでも3等と5等しかないっていう。結局1等は出ずというところですね。最後いけるのかな。あ、まだ2回ありましたね。もう21回あると数を見てないっていうのもあるし、4等1枚厳しい。じゃあラストいきまーす。はい、1等出ずですね。辛い結果となりました。はい、これは本当辛いな。あ、そうだな、辛いからね。一回引きましょうか。引いてみましょう。ミッドウェイゴズ。期待できない。あっと、おっと、おっと、これはお願いします。天才が来た。すり抜けでした。でもありがとうございます。すり抜けたけどありがとうございます。よかった。ネロも今育て中なんでね。これはよかった、ありがとうございます。というわけでね、今回のガチャは終わろうと思います。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラサバダイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラサバダイ。